ちゃんかわいいね。ほんとに？うん、かわいい。ありがとう。次はこれ着てみて。いいよ。どう？かわいい。ありがとう。どうぞ。はい。失礼します。どうぞ。失礼します。それでは。お名前と志望動機お願いします。はい、小山田優衣です。私は小さい頃からメイクをするのが大好きで、友達にメイクをしたり服を選んだりしていました。喜んでくれる友達の笑顔を見ることがこんなにも嬉しいものなんだということをその時に知りました。そしてある雑誌でこの学校のことを知り、それからずっとこの学校に入学すると決めていました。もっとメイクやファッションの勉強をし、世界で活躍するメイクアップアーティストになりたいと思っています。よろしくお願いします。はい、お願いします。どうぞ。それではいくつか質問をしていきたいと思います。もしもし、お兄ちゃん、面接無事に終わったよ。ねえねえ、ノブ兄ちゃんが働いてるカフェってどこだったっけ？うんうん、オッケー、分かった、ありがとう。うん、美味しいね。うん、そっちも食べたい。お、いいよ。うん、ありがとう。これってインスタ載せても大丈夫なのかな。あ、どうぞ、聞いてみようか。うん。あ、すいません。はい。この料理めちゃめちゃ美味しいです。ありがとうございます。これってインスタ載せても大丈夫ですか。ぜひぜひ。あ、よかったね。よかった。こちら店長の自慢の料理ですので。そうなんですね。やっぱりめっちゃ美味しいです。めちゃめちゃ美味しいですまたぜひ遊びに来てください。あ、ぜひ、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。お、めっちゃ緊張したの。そうでしょうね。なんか反応薄くない？いや、そんなことないよ。薄いよ、うん。あ、ねねね、のぶにちゃん、これ食べたい。おごってよ。いや、なんで俺がおごらなきゃいけないんですか。今日はのぶにちゃんのおごりだよ。いらっしゃいませ。お客様は2名様でご案内いたします。あれ、もしかしてゆいちゃんじゃない？え、あ、そうです。私、葵で覚えてない。え、葵？何？久しぶり。元気だった。ちょっと、他のお客様に迷惑だから。私が小さい頃にすっごく仲良かった子なの。私が引っ越して離れ離れになったんです。そうだったんだ。元気ってことはさ、葵と一緒の学校に通えるの？うん、まあまだ合格発表があるけどねあ、ゆい、こっちは美咲、私の中学の子のシーン。はじめまして、ゆいです、うん、ゆいちゃん、よろしくね。うん、うん、久しぶり。だからだからだから、ちょっとちょっと、他のお客さんに迷惑だから、静かに。かも。お母さん、見て、合格してた。すごい、よかったね。おめでとう。あ、もしもし、まお兄ちゃん、私合格してたよ。今どこ？おめで。あ、おばあちゃん家なんだ。うん、わかった。じゃあそっちに行くね。ありがとう。美味しいわよ。美味しそう。いただきます。はい、どうぞ。うん、美味しい。そうでしょう。ゆい遅いわね。おお、確かに。
大丈夫かしら。俺見てこようか。あ、そうしてくれる。うん、ゆいじゃない。ゆい遅くない。どうしたの。ゆい頭痛い。大丈夫。おばちゃん救急車呼んできて。あ、そうね。もしもし、母さんどうしたの。え、白血病。あ、一緒だよ。私も肉が好き。ね、魚も美味しいんだけどさ。あ、のぶ兄ちゃん。それでね、めっちゃ仲良くなってさ。そうだったんだ。そう、今度3人で一緒にディズニー行こうって言ってて。それ大丈夫なの。そうなんだよね。あれね、外出許可ってさ、どうやって取るのか聞いといて。いや、別にいいけどさ、もう少し安静にしときなよ。ねえ、でももう約束しちゃったしな。あ、その日さ、のぶ兄ちゃん勤めてよ。え、絶対嫌だよ。え、なんで。いや、嫌だよ。なんで、彼女でもできたの。いや、別に。でしょ。でしょ、止めてよ。でしょ、失礼だよ。できるわけないじゃん。ふざけんな。なんかいいじゃん、止めてよ。いや、嫌ですよ。でも元気そうでよかったよ。すぐ来てくれてありがとう。ねえ、白血病ってどんな病気。ゆいの病気はね、血液の中でがん細胞が増殖してるみたい。これからはどうするの。そうね、まあ、最初は抗がん剤を投与しつつ様子を見るみたい。8ヶ月から10ヶ月くらい投与すれば70から 80% ぐらいの確率で寛解できるみたい。寛解って治るってこと。よかった。じゃあ骨髄移植はしなくても俺提供するよ。兄弟だと確かに肩の合う確率は高くなるんだけど、一致するのは4分の1なんだって。じゃあ俺と真央がいてもダメってこと。来年入学式なのにな。ゆい、久しぶり。やっほー。おい、みさきちゃん。体調どう。え、元気だよ。元気。え、なんでなんで。サプライズ。サプライズ、うん、びっくりした。ごめんね、ディズニー行けなくなっちゃって。うん、全然大丈夫。ね、学校始まったら毎週行こう、ね、え、マジで行ってる。え、ゆい、毎週行こう、毎週行こう。行こう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 。お土産。めっちゃ嬉しい、はい、これね、本当に美味しいの、うん、本当におすすめ。ありがとう。写真撮ろう。あ、撮るよ。あ、いやいや、私すっぴんだからさ。すっぴんでも可愛いんだから大丈夫。あと加工もあるじゃん。無理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 、大丈夫。あ、私たちがメイクしちゃう。めっちゃいいね。するか。メイクしよう。メイクどんなメイクにする。ギャルっぽくしちゃう。ギャルか、めっちゃいい ね。おぉ、上手。よし、できた。おぉ、あ、じゃあさ、ちくわのやつやりたい。トロトロ聞こえた。うん、そう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 。よし、する?いくよ。うん、1、2、せーの。僕はちくわです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 。わ、かわいい。ほんとに見たい見たい見たい。おお、いい感じだね。覚悟して聞いていただきたいのですが、残念ながらもうあまり時間はないかもしれません。
本当のことを伝えて意思を尊重しましょう。どのくらいでしょうか。3ヶ月から半年でしょうか。他の患者さんだったら伝えないという選択肢もあります。しかし結衣さんはとても強い子です。やりたいこと夢もあるので、きっと乗り越えることができると思います。無理です、そんなこと言えません。私自身も何とか方法はないかと考えました。結衣さんの今の状態は抗がん剤治療の副作用で痛みや苦しみを繰り返しています。一旦抗がん剤治療をやめて副作用を和らげるためにモルヒネを投与したいと思ってます。嫌です。余命宣告とかモルヒネとか何なんですか。抗がん剤投与で治るって言いましたよね。お母さんどうしてもドナーは見つからないんでしょうか。結衣さんの方はとても珍しい方でして。佐藤さん、これ見てめっちゃ面白くない？何これ、やばいよ。どうぞ。切れた。いえ。ねえねえ、ん、佐藤さんはどうして看護師さんになったの？私が小さい頃にね、お母さんが病気に入院したんだよね。うん、で、その時の看護師さんがとっても素敵な人でね。私もあんな素敵な人みたいになりたいなって思ったんだよね。いい話。でもその看護師さん、お母さんが退院する前に辞めちゃったんだ。え、そうなんだ。うん、どこかで会えたらお礼言いたいなって。なんで辞めちゃったんだろう。看護師もいろいろあんのよ。ねえねえ、私同じ病気の子供たちの役に立ちたいんだけど、何したらいいと思う？そうだな、白血病の子供たちの役に立てないかな。ゆいちゃんが元気になることが一番勇気を与えられるんじゃないかな。なるほど、さすがだね。ないよ、さすが。あ、どうした？ねえねえ、ゆいちゃん、うん、今度は赤いチューリップ作って。お、いいよ。わざわざ遠いところからありがとうございます。その後のゆいさんはどうですか？それがあんまり良くなくて。次の外出許可が最後になるかもしれないんです。そうですか。あの、出張授業とかを行えるんですけど。出張授業ですか？はい、病室で実際にメイクの授業とか行いたいと考えてるんですけど。ぜひぜひ。うん、すごく上手。本当ですか？うん、もうちょっと下の方ぼかしてみようか。うん、あ、そう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 。あ、いやいや、ぼかすとかよりさ、多分オレンジとか黄色強めの方がいいと思うんだけど。オレンジですか？オレンジと黄色？あ、ちょっと違った？ちょっと違った。あ、ごめん、ごめんな、ごめんな、ごめんな。今時のね、子たちは違うよね。ピンクとか赤じゃないね。うん、ちょっとね、流行がね。かわいい。ほんと？うん。めっちゃかわいい。脱ごれんの？あ、でもかわいい。ほんと？かわいい。似合うね、すごい。うん。
いい感じ、うん、バイバイ、またね、また来るね、うん、また待ってバイバイ、バイバイ、バイバイ。お父さんありがとう。え？ありがとう。え？聞こえてるでしょ。ごめんごめん。お父さんが頼んでくれたの？出張授業。まあな。先生が提案してくれたんでしょ。でも嬉しかった。それならよかった。じゃあ先生たち見送ってくるな。今日ゆいちゃん元気そうだったね。うん、でもん、うん、なんでもない。うん、また授業一緒に受けれるといいね。うん、これつけなさい。だからなんのいらない。やめてつけない。やめてよ。私の夢はヘアメイクアップアーティストになることです。だけどどうやら私は白血病らしい。それでも夢に向かって頑張って元気になるからみんな見ててね。バイバーイ。だよ。ありがとう。 TikTok 撮りたい。 TikTok 撮ろう。じゃあいつものやろうか。いくよ。せーの。ハートの中に入ったよ。ハートの中に入ったよ。ハートの中に入ったよ。イエーイ。ここは2021。騒がしい夜に大切な君へ手紙を書いたよ。思えば思い出ばかり、あったかい紅茶が染めるほど迷いもなく溢れ出して泣けてきちゃうの。初めて話をした日、雨の夜傘をくれた日、夢にちょっと近づいてはぐれた日。なんでもないようなことも笑っちゃうほど愛しい。特別が変わってゆく。星が照らしてくれた君。
てたの呼び止めた声触れたら壊れそうなあの頃より大事なものがここにあるのそれは君だったから何があっても守る見つめ